の違いです。トレーナーだったんだ。もうびっくりさせないでよ。後ろから急に声かけられたら驚くよ。それは、あ、トレーナーはもう知ってたんだっけ。イラスト見たよね。実はこの映画を見ようと思ってたんだ。本当はライアンと一緒に見る予定だったんだけど、来られなくなっちゃったから一人で来たの。けど思ったより子供ばっかりで、私浮いてないってなんか気まずくてさ。川上がプリファイ映画は大人と子供半々だって言うから、これもそうだと思ってたのに、圧倒的に子供の方が多いし、学生なんてほとんどいなくて、私絶対目立つじゃん。また今度ライアンが来られる時にしようかな。でも入場特典って確か数に限りがあるんだよね。後日だとなくなってるかも。え？でもトレーナーが見たい映画あるんでしょ？無理して付き合ってくれなくていいよ。ほんとそういうとこだよね。けどトレーナーがいいなら一緒に見たい。いい？ただいまに2番スクリーンで上映の劇場版デジゲロリン無人島夏休みの入場を開始いたします。あ、入場始まった。じゃあ行こう、トレーナー。いいの？実はシール2枚欲しかったんだ。もう一回来ようと思ってたから助かる。ありがとうトレーナー。トレーナーのシールは白だったんだ。なら私の方も好きな色じゃないとかわいそうだよね。そうなんだけどさ、色が違うなら好きな色の方がいいでしょ。特に小さい子って色にすごくこだわらない？色の取り合いで喧嘩になるって親も話してた。ううん、私はしてないんだ。そういう時はライアンが私たちに好きな色が渡るように交換してくれたから。って私の話はどうでもよくて、私のシール緑に交換できないかな。係の人に頼んで。すみません、シールの色はお選びいただけないんです。交換もできないことになっておりまして、申し訳ございません。変えられないって、これで我慢しようね。ほらキャロリンのシールもあるじゃない。赤だけど。あ、そっか、あの子のシール緑って言ってたね。でもあの子が赤が欲しいとは限らないでしょ。本当に交換できるなんて。トレーナー、どうしてあの子が欲しがってる色が赤だって分かったの？トレーナーとしての観察眼は伊達じゃないね、さすが。ところでさっき交換を持ちかけたからさ、トレーナー、ベジキャロリンの恋ファンだと思われてそう。私より全然目立っちゃったね。映画
意外と面白かったね。昔はいなかったキャラがメインで活躍してて驚いたけど、あの子たちが話してたのってあのキャラだったんだ。私、年の離れた妹と弟がいるの。妹も弟もベジキャロリンが大好きみたいで、ちゃんと内容を知りたくて映画を見ようと思ったんだ。うん、二人の好きな色を揃えられてよかった。私一人だったら他のお客さんと交換なんてできなかったよ。トレーナーが一緒に来てくれて助かった。気づいたら周りの目のことなんてすっかり忘れてた。あんなに気になってたのにね。隣にいてくれたからすごく心強かった。ありがとうね、トレーナー。